クリプトスポリジウムはアピコンプレックスモンに属する原虫であり、人を含む脊椎動物の消化管などに寄生する。種と宿主の組み合わせ次第ではクリプトスポリジウム症を引き起こし自死的になる場合もある。クリプトスポリジウムパルバムは病原性原虫としては唯一感染症法により特定病原体等に指定されている。分類学上は クリプトスポリジウム属とし、この一族をもって、クリプトスポリジウムかクリプトスポリディデイレジェ、1911を構成する。学名は、ギリシア語でクリプトス隠れたラテン語のスプリディアム、端子方式に由来する。環境中では、オーシストとなっており、環境条件にかなりの耐性を持っている。大きさは3マイクロメートルから8マイクロメートル程度までと種によって異なるが、 類円形、楕円型をしており厚い壁に包まれている。クリプトスポリジウムは、コクシジウム類に属するが、しかし形態は、通常のコクシジウム類とは異なり、オーシスト中に、スポロシストがなく直接4個のスポロゾイトと団体が存在する。宿主は人を含む幅広い脊椎動物であり、世界中に分布している。巨類からは、淡水、海水を問わず報告があるが、 あまり研究されておらず詳細はよくわかっていない。両生類はさらに報告が少ないが、少なくともカエルを宿主とする種が存在する。爬虫類は特にクリプトスポリジウムの影響を強く受け、感染すると慢性的な症状を示し衰弱する。研究はそれほど進んでいないものの、飼育、繁殖家にとって時として重大な問題になる。鳥類ではカキニや 愛岩鳥類から報告があり、病原性を示す場合も多い。哺乳類からは、野生、家畜を問わず幅広い分類群にわたって報告があり、蔓延している、不健性の場合もあれば、クリプトスポリジウム症を発症する場合もある。クリプトスポリジウムの生活間クリプトスポリジウムは1、宿主性であり、媒介者や中間宿主を必要としない。クリプトスポリジウムのオーシストは、 宿主体内で成熟が完了しており、糞便と共に排出された時点で感染能を持っている。以下の説明は小腸へ寄生する種に基づいている。宿主体内へ経口摂取されると小腸で脱脳をしてバナナ状のスポロゾイトが放出される。国士ジウム類では脱脳するために還元的条件や水液、単純にさらされることが必要であるが、 クリプトスポリジウムでは単に温かい水にさらされるだけでもよく、以上の条件があれば、さらに促進される。スポロゾイトは、粘膜細胞の微重網へと侵入して、メロゴニーと呼ばれる無償生殖を行う。まずスポロゾイトの全端が、細胞表面に接着すると微重網がこれを取り囲み、細胞表層に薄い細胞質に取り囲まれた方が、できる。 この方の中で球形のメロントに成長し、核並びに細胞が多分裂して、複数のメロゾイトを生じる。細胞外へと放出されたメロゾイトは、再び他の微重毛に感染して、メロゴニーを繰り返す。メロントには2つのタイプがあり、生じるメロゾイトの数で区別されている。シーパーベムの場合、タイプ1メロントは6内48個のメロゾイトを生じて、メロゴニーを繰り返し、 タイプ2メロントは4個のメロゾイトを生じて、ガメトゴニーと呼ばれる、有性生殖を行う。タイプ2メロントから生じたメロゾイトは、新しい微重網に侵入すると、有性生殖母体と、死性生殖母体のいずれかへと分化する。有性生殖母体は16個の有性生殖体となり、細胞外へと放出される。有性生殖体には、弁望がないが、これが、 寄生生食体に到達すると受精し接合体となる。接合体は発育して4個のスポロゾイトを有するオーシストとなり、これが有利して、糞便とともに外界へ排出される。しかし一部のオーシストは壁が薄く、体内でスポロゾイトを放出し、再びメロンゴニーに移行する。なお、実験条件下では、細胞外でグレガリナによく似た形態を取ることが報告されている。 すなわち、前説、前説、後説という三部構造を取り、後説にのみ細胞核が存在する。また連説に似た現象も観察されている。クリプトスポリジウムは1907年アメリカの寄生中学者ティザーによって実験動物のネズミから見出された。しかしその後、半世紀にわたって他のコクシジウム類と混同されてきた。特に肉胞子虫は、 オーシスト壁が薄く、4つのスポロゾイトを含んだスポロシストを放出しやすいため、それがクリプトスポリジウムのオーシストと紛らわしかったのである。電子顕微鏡が使われるようになって、微重網の内部に寄生し、フィーダーオーホネルを持つという特徴が認識されるようになった。病原性については1970年代までほとんど意識されなかった。 1976年に人での病原性が明らかにされ、1983年に水道を介した集団感染が発生したため、現在は旅行者下痢症や水系感染症の病原体として重要視されるようになっている。クリプトスポリジウム属はアピコンプレックスモンに属し、伝統的に黒士ジウム類であるとされてきた。しかし、分子系統解析によると、 むしろグレガリナ類に禁煙である。可能性が示唆されている。クリプトスポリジウムの種分類には若干の混乱がある。形態の違いが乏しいこととかつて宿主得意性が厳格だという誤解があったため、一時期記載された大量の種が一点一種にまとめられるという経緯を経ているためである。クリプトスポリジウムは有性生殖を行うが交配実験を行うのが難しいため、 生物学的主概念を適用するのが困難である。また、アピコンプレックス門で多用されているオーシストの形態測定により種を定義することも難しい。しかし現在では、分子系統解析などにより次第に整理されてきている。分子系統解析によれば、クリプトスポリジウムが胃に感染するオーシストがやや大型のものと、 腸に感染する、やや小型のものとに対別できることが分かっており、現在のところ次に挙げる19種が認められている。大型種のオーシストは、およそ75マイクロメートル程度以上であり、感染部位は異である。小型種のオーシストは54.5マイクロメートル程度で、感染部位は、基本的には小腸である。1996年に、ピッシュクリプトスポーリディアム属が設立され、 p レイシャンバーキックリンキーと p シックリディスの2種が記載されている。これらは魚類の消化管上皮に寄生しており、クリプトスポリジウムとよく似ているが、上皮細胞の表層ではなく、内部に寄生する点が異なっている。似たような種がクリプトスポリジウムスコーサルミーとして記載されている。分子系統解析が行われていないため、これらの種と、 クリプトスポリジウムとの系統関係は不明である。環境中では4から6マイクロメートルの大きさのオーシストを呈しており増殖することはないが、ひとたび人、犬、猫、牛等の哺乳類の体内に取り込まれると、オーシストから放出されたスポロゾイットが消化器系、特に小腸に寄生して増殖する。増殖において一部は再びオーシストを形成し、糞便とともに、 環境中に放出される。糞便中に含まれるオーシストは、人の場合10億個、非、大型の家畜においては100億個、日に達する。水源等が汚染され、しばしば飲料水や水道水に混入して、集団的な下痢症状を発生させることがある。下痢は、水曜日を停止、3リットル、日、回数にして、数十回、日に達する。現在、 特効薬はないが、1から2週間程度で自然治癒する。旅行者ゃル症の一因でもある。エイズなど免疫不全症を発症している患者の場合、死に至ることもある。上水道の残留塩素など、塩素消毒では、オーシストを不活化させることができないため、先進国においてもしばしば集団感染が報告されている。有名な事例として、 米国ウィスコンシン州ミルフォーキー市や埼玉県、小越町の感染事故が挙げられる。河川、湖床などから取水し、飲用水を供給する、浄水場では、凝種、堆積、ろ過による通常ろ過処理を行っている。塩素消毒に対して強い耐性があるが、高濃度の塩素で長時間処理することで不活化できる。紫外線処理によっても不活化できる。浄水場における、 対策使用者の対策その他補足 C パーベム及び C、ホーミニスのゲノム配列が決定されている。ジェフリー、契約ターチョ、免疫学、微生物学、東京科学導入、2010年3月15日第1版、第1冊、123ページ、伊藤直行、村岡登、金井はじめ通る、中尾ルリコ、堀安志里氏、星文夫、樋口誠一、 家庭飼育犬及び猫における、クリプトスポリジウム抗原の検出、動物臨床医学第17巻第1号、2008年3月20日、19から23ページ、ネイド100億2122万801。ロサレス、エトール、エクストラセリアラーライク、グリゲリンステージズオブクリプトスポリジウムパーベム。アクタトラーポカ95、74から78、ドイ。 10.1016、J アクテイトラーピカ、2005.03、009、アルティハービーカーニツ、ザウルトラ、ストラクチュアルシモライリティス、ビトインクリプトスポリジウム、パーベムザグリギリンズ。J、ユカー、リート、マイケロブエル、63、79から85、ドイ、10.1111、10、12250、ロナルド・フェイヤー。 タクソノミースピーシーズディリマッテションインクリプトスポリジウム EXP プラセタールドイ 10.1016JXP パワー2009.03005和名は日本規制中学会用語委員会暫定新規制中和名表2008年5月22日に基づくスラッポタ クリプトスポリジウムスピーシーズファウンドインキャトル、A プロポーザルフォー、A ニュースピーシーズ、トレンズプラセタール、22、469から474、クリプトスポリジウムとは岡山県環境保健センターハットコリュック、DG、JR e ード、エトール、エフェクツオブオゾン、クロリンダイフサイド、クロリン、アンドマニクロレミン、 オンクリプトスポリジウムパーベムオーエシストバイオビラティアップルエンビロンマイケロベール561423から8ロシェルポール A イリバーサブル UV イナキティベーションオブクリプトスポリジウム SPP ディスパイトザプレゼンスオブ UV リペアジーンズ J ユカーリートマイケロベール51 55362ドイ10.1111 J－ 千五百五十から七千四百八点二零零四 tb 零零二九一 x プミド。千五百五十三万七千九十。ウルトラ・バイオレット・ディス・インフェクション＆トリートメント。awwarforg 二千七年五月六日閲覧。ありがとうございます。